レクサスの米国部門は9月10日 RCF レクサス RCF の2021年モデルを米国で発表した。 RCF はレクサスの2ドアクーペRC の頂点に位置する高性能グレードだ。ベース車両の RC は2018年秋改良新型が発表されており、 RCF もこれに準じて内外装などに改良が施された。 RCF では軽量化や空力性能のほか、パワートレイン、タイヤ、サスペンションなどあらゆる点に改良を加え、常用域での軽快な走りと限界域における優れた操縦安定性を追求している。2021年モデルには60台の限定車として富士スピードウェイエディションがラインナップされた。ブレンボ製カーボンセラミックブレーキ、チタン製エキゾースト、カーボンファイバー製エアロパーツなどを採用した。パフォーマンスをさらに高めて、よりサーキット志向を強めた。日本のスーパー GT や米国のデイトナ24時間レースなど、モータースポーツで培った技術を応用し、エンジンフード、ルーフ、フロントスポイラーなどを CFRP、カーボンファイバー強化樹脂に変更した。さらに、専用アルミホイールや専用デザインのカーボン製リアウィングを採用した。ベース車両の RCF のアクティブリアウィング以上の高いダウンフォースと低いドラッグを可能にし、高速走行時の安定性と高速域の伸び感を追求した。0から 96km/h 加速は 3.96 秒と4秒を切る性能を備えている。富士スピードウェイエディションのボディカラーにはアークティックブラストサテンとクラウドバーストグレーの2色が用意される。このうちアークティックブラストサテンはレクサス初でセミマット仕上げのホワイトだ。フルマット仕上げのような美しいサテンの光沢を表現しながら、洗車機での耐久性を追求している。インテリアはアルカンターラのアクセントが施されたサーキットレッドのレザートリムシートを装備した。レッドカーボンファイバーのトリムがキャビンを彩っている。富士スピードウェイエディションには限定生産の MSTR 自動巻きムーブメントウォッチが付帯する。ガンメタルのベゼル、バンドの赤いステッチ、富士スピードウェイと F のロゴなど RCF にインスパイアされたデザインを備えている。2021年モデルの RCF には新機能としてブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックアラート、ヒーター付きエレクトロクロミックドアミラー、メモリー付きドライバーシート、富士スピードウェイエディションを除くが標準装備される。パーキングアシストはオプションのプレミアムパッケージに含まれている。その他、新しいサテントリムと新デザインのステアリングホームパッドも採用された。コネクティビティの面では、Apple のカープレイと Google の Android Auto、Amazon、Amazon の音声アシスト、Alexa、Alexa を搭載した。レクサスエンフォーム Wi-Fi は容量 4GB。1年間のトライアルが付帯する。レクサスエンフォームリモートも3年間のトライアルで利用できる。2021年モデルの RCF には2URGSE 型 5.0 4968cc リットル V 型8気筒ガソリン自然吸気エンジンを搭載する。自然吸気エンジンならではのリニアな加速フィーリングを際立たせるため、エンジン出力を向上させるとともに、エアクリーナー形状の変更による吸気性能向上とスロットル制御の改良により、アクセルレスポンスを向上させた。また、ディファレンシャルのローギア化を図ることで、サーキット走行におけるアクセルでの車両コントロール性を向上させた。
レクサスによると、市街地走行でも軽快な走りを感じることができるという。2021年モデルのエンジンのスペックは、北米仕様の場合、最大出力 472HP7100RPM、最大トルク 54.6kgm4800RPM を引き出す。エンジントルクを制御し、発進時のタイヤ空転を防ぐローンチコントロールを採用した。これにより、鋭いスタートダッシュを可能にしており、0から96kmh 加速は4秒で駆け抜ける。